あ、はい、カンパチじゃカンパチじゃ、バベニクちゃんはナメツの八じゃや、カンパチじゃや、うんうんうん、ミツキンさんカンパチじゃ、ムネさんカンパチじゃ、コドルさんカンパチじゃ、ハソさんカンパチじゃ、知らぬい、サヤカちゃんカンパチじゃ、見に来てくれてありがとうじゃ、カンパチ、フロム、メメさんカンパチじゃ、見に来てくれてありがとうじゃ、んだばね、今日はバトルタレントっていう、イズさんカンパチじゃ、見に来てくれてありがとうじゃ。なんだっけ、バトルタレントっていうね、最近発売されたばっかりの VR 剣撃アクションゲームをね、やっていこうと思います。このゲームはね、デモ版がずっと前から、無料で公開されてたんだけれども、今日は衣装が凝ってるね、フロム、胸厚。かっこいいだろ、かっこいいだろ、この衣装。バイザーもね、つけてみた。黒帽子。トンガリさん、コンパチ読みに来てくれてありがとうじゃ。そのね、デモ版の方はわらわ触ったことがないので、完全に初見プレイとなります。実はね、ちょっと最近までこのゲーム、どうなんじゃろうなって思ってたところがあって、なんかこう、全体的になんかこう、見た目が地味というか、なイメージを勝手に持ってたんじゃけど、なんかとある方のね、ツイッターのね、剣撃の風、このゲームのプレイ動画を見てね、めちゃくちゃかっけえじゃんってなって、慌てて購入しました。すごく敵の動きがかっこよくて、うまいこといなせればなんか、ダクソとかセキロみたいな剣撃ゲームが、剣撃アクションができるっぽくて。パッチ、首切れないと嫌じゃん。フロム、ベニレオね。楽しみなんじゃね。首も切れると思うよ。多分首も切れる。結構ゴア表現もあるのかな、どうなんじゃろ、わかんない。でも、なんかね、設定項目に、ね、ゴア表現の、強弱みたいな設定項目があったから。フロム、水着。あります。ただ普通に剣をでこう、防げば、ガードで、ちゃんと剣で振り払う、敵の攻撃を振り払うとパリになります。いいよね、めっちゃいい。というわけでね、早速やっていこうと思います。チュートリアルは済ませました。で、ここでね、スキルポイントを手に入れていくことによってスキルを獲得していく。とりあえず、この HP をちょっと増やすっていうのと、首もげるよ。首もげる。良いね、良いね。で、あと、空中攻撃の、スキルは取りました。本当に剣を避けてる気分になれる。フロム、胸ね、なんかすごいかっこよく敵の攻撃をいなせる感じっぽくて楽しみなんじゃね。じゃあ、チュートリアルだけは済ませたのでね、早速最初のステージやっていこうと思います。首を取れるなら、ハッチも満足。フロム、ゴールです。満足。一本満足。うん。さあ、やっていこう。あ、スタートチャレンジ。グラブ&キープ、バリングトリガー。トリガーをつかみ引き続ける。どれよ？あ、なんか来た。なにこれ？なにこれ？なにこれ？待って待って待って。あ、オッケーオッケー。始まったっぽい。ウェーブモード。あ、敵がどんどん来るのね。じゃあ敵が来る、どんどん来るから。ほら。あ、ちょっと外した。よし。ゴブリンなんかと戦い。こんなね、敵がものすごくね、スピーディーなアクション仕掛けてくるっぽいからね。鍋の蓋持って何するんです？鍋の蓋、カトさんコンパチじゃ、見に来てくれてありがとうじゃん。ほら来いよ。バーミリオンさんコンパチじゃ、なんでお前その青いわ、顔でかくね、お前それ。いい、おい来いよ。人前に出ないゴブリンだけど。フロム、ほらゴブリンするやん。ほら、あ、ほらこいつ敵とか掴めたりはしない。あ、ラスボス倒すまつげのモードが解放。投げた武器は勝手に戻ってくる。ゴブリンスレイヤーの艦、フロム、ベニレオン。ほら、こうやって戻ってくるね。オッケー。入念にとどめを刺していく。ゴブリンしか出てこないのかな。弱いゴブリンだ。こいつら弱いね。まあ、クレディッチさん助けに行くゲームの、あれの場合、主人公が強い。余裕で掴める。フロム、バールミリアン。よいしょ。おっと、お、なんだお前、ちっちゃい割に、お、なんかちょっとかっこいい動きをしてきたな。来いよ、パリーしてやるよ、パリー。骸骨とかいろいろ後から出てくる。あ、ちょっと遅い遅い。骸骨とか後から出てくる。早く来てほしい。おら、おら、今ちょっとパリーっぽいのできたね。ちゃんとスパッツ履いてるの、未来、涙、フロム、水金さん。な、おら、なんかある、なんかある、なにこれ、なにこれ、スパッツ履いてるよ、涙
ことです。なるほど、多分そういうそういう涙じゃないと思うんだ。素敵なやつ、フロムバールミリオン。ああ、あれはあの浮いてればもう取ったことになるのかな。右対左だとパリーしやすいかも。フロム水金さん。あいじゃ、はい、両手で掴んでポイ。フロムバールミリオン、両手で掴んでポイ。なるほど、おりゃよいしょ、ポイできない、ポイできない。あ、できた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 。相手の武器を奪って一度鞘に収めれば使える。武器にも耐久性があるんだ。なるほど、相手の武器を奪う、これ自分の武器か。これ弱くない？さすが最初のステージだから敵弱いな。なんか素手でバラバラに引き裂いてやるぜ、フロムコードです。よいしょ。なんかあの他の人のプレイ動画見た感じだともっと敵が強かったんだけど、最初のステージだからか敵が弱いね。あ、顎外れた。細かいね、ゲーコマゲーコマ。バラバラに引き裂いてやるぜ。じゃあその前にまずはゴブリン君を、まずはゴブリン君を、よいしょ、弱いぞ、お前ら弱いぞ、よいしょ。おっ、なんか飛んでった、飛んでった、骨、頭飛んでった。ゴブリンの、あ、なんでお前ら復活すんのか。あ、おお、終わったっぽい。よいしょ、いいね、頭かち割ってほしい。脳症炸裂。あー、どうなんじゃ。じゃあこれ持ってくか。よし、武器はね4つまで持てるっぽいね。首というか頭蓋骨を取った、フロムコードです。頭蓋骨ポキって。ねえ、弱い弱い、この程度だったら話にならんよ。体の2つとか首切りは確認しました、フロムバーミリオン。お腹出た。なんかこれ明らかにさ、これどっかで見たことあるよね、このキャラでさ。後武器の収集要素はないです。収集要素はない。あー、そうなんだ。じゃあフィールドに入って手に入る武器だけって感じかな。オッケーオッケー。全体的にね、敵を倒した時のね、感触はいいね。とても感触はいいです。いい感触で敵を叩ける。ノーマルシールド。フロムバールミリオン。あー、ここで武器をアンロックしていく感じかな。イナブル、イナブル、ウェポンスポーン、ノーマルスピア、ノーマルメイス、ノーマルファルシオン、ロングファルシオン、バトルメイス、イナブル、フロム、知らぬい、サヤカ、レンジャーソード、サヤカ、イナボー、カヤバ、こんなところにいたのか、フロム、アイゼット、カヤバ、君たちは現実世界にログアウトすることはできない。ノーマルスピア、槍。 This item cannot be、 あれあれ、なんかスポンできない。なんか条件があるのかな。ユタップ、ユタップさん、カンパチジャムに来てくれてありがとう。じゃあ後ろの道へ、フロムバールミリオン。今日は後ろの道、後ろの道。あ、なんかある。さっきまでこんなところなかったのに。バトルタレントっていうね、 VR 剣撃アクションゲームをやっております。コインを貯めないと、フロム胸圧。あー、コインが必要。何これ。あ、手が焼ける。ははーん、フレッシュミート、クリアし。美しいっすね、フロムユタップ001。じゃろーじゃろー、ユタップさん見る目がありますね。フレッシュミート、フィニッシュド、リワード。あー、ここは何？これはつまりなんだ？ハッチもタレントデブというわけか。フロムコードです。イエーイ。ね、これはデモ版ではなかった。フロム胸デモ版ではなかった。武器、武器の絵のスポーンで、フロムバールミリオン。武器の絵のスポーンで。怪しいよ。ああ、ここにその絵が。フロム無気力ブチューバーラフィス。あ、概要欄買い忘れた。ごめん。ああ、ライさん。フロムバールミリオン。実績か。あ、了解了解。実績で。概要欄また買い忘れたか。わらわ最近概要欄買い忘れること多いな。ライスさん、コンパチジャムに来てくれてありがとう。じゃあ今のが実績だね。実績だから、実績だから、あれではなかったってことだ。デモ版ではなかったってことだ。おじさんが忘れられないので、はい、コンパチジャム。いやー、ゲームも早く先に進めたいからね。いくらおじさん相手でも刃物はまずいですよ、フロムコードです。大丈夫、あいつらもうゴブリンだから。ゴブリンと骨だから、骨に至ってはもう死んでるから。
これどういうこと？あ？ん？あ、来た！あ、直接 A をね、 A を直接触るってそういうことか。実績完了で報酬ゲットしました。コイン、プロね、報酬増えてるね。27、さっきまで7しかなかったのに、さっきの実績。なるほどね、実績を解除したらこっちの部屋に行けば、コードです。実績が増えるってことだ。フロム、無気力ブチューバーラフィス。え、このアイコンって何？あ、なんかパクリだったりするんかな。ここでじゃあ武器を装備していけるってことか。おじさんはゴブリンだった。おじさんゴブリンだったのか。ファルシオン、なんか細いな。白枠は解放済み。フロム、バールミリオン。白枠は解放済み、了解。この白くなってるやつじゃね。じゃあ他のもバトルメイス、ロングファルシオン。あ、違う、あ、これいいね、これでいこう。よし、あとはまあ特に別に、あ、そうじゃ、敵の頭叩き潰せるかどうか見るために。ダンジョンモードが楽しい。フロム、胸圧。ダンジョンモード早く解放されないかな。あ、そっか。あ、青い渦巻き以外の効果はわかります。フロム、バールミリオン。あ、とりあえずパッチの悲鳴を聞きながら寝るのだ。フロム、無気力ブチューバー。いやー、わらわはね、今日はね、ノリノリでこのゲームやっていくつもりだからね、結構スタイリッシュな剣撃アクションができるらしいから悲鳴は出さんぞ。じゃあシールドもとりあえずアンロックしてみるか。オッケー、これでシールドも出せるようになった。あ、じゃあシールドにしとっか。あ、これいらんか。これいらんか。これいらんわ。シールドスポーンして。こんばんは、フロム、おにゃんこぽ。オッケー、おにゃんこぽさん、カンパチジャミに来てくれてありがとう。じゃあバトルタレントっていう VR ゲームをやっております。VR 剣撃アクションゲームじゃね。体を激しく動かすね。フロム、胸圧。そうじゃね、昨日も激しいゲームやったからね。これは空中滞在かな。空中に留まれるあれかな。エアリアルステイ、空中に浮いてダメージを与えると浮いた状態を維持することができる。敵も空中に浮いている場合、季節攻撃で引き寄せられる。あーはーん、空中コンボが決められる。チワワメイくらいか。これはコードです。取っておこうね。チワワメイくらいというか、なんか赤色っぽいことがなんかできてたんじゃね、他の人のプレイ動画見た感じ。早くダンジョンモード解放されてほしいな。オークエンシェント空中追撃可能。フロム、バーリーナ、アリーナ、オークエンシェント。あ、これがダンジョンモードかな。ベニレオね、これが多分ダンジョンモードっぽいね。これ行ってみるか。チャーバソウルを、チャーバソウルを今からやっていくよ。下が寄り道。フロム、バールミリオン。下が寄り道、了解了解。じゃあ今の道でいいんじゃね。よし、武器おかしくない？あれ、ないじゃん。あれ、武器ないんだけど。あれ、今装備した武器どこ？アンロック可能。フロム、バールミリオン。なるほど。え、今装備した武器はどこ行ったの？ないんだけど。武器ないんだけど。ダンジョンモードには持ち込めないとか、そういうことかな。ダンジョンチップス。収集要素はない、持ち込めない。フロム、あー、持ち込めない。え、じゃあさっきの武器のスポーンとか、あれはどういうこと？フロム、無気力ブチューバーラ。あれは何？え、あれはその場で触れるだけってこと？武器は途中で拾えるかと。フロム、え、さっきスポーンした武器は、あれは練習用、練習用だったら練習用の敵を配置してくれないと。なるほど。さすがに素振りしたところで練習にはなんなくないか。攻撃用のダミーを呼べる。あ、なるほど、ダミー呼べるんだ。なるほどね、そのボタンがわからなかった。ダンジョンのヒント、武器の耐久度管理は最も重要な製造の指針です。武器はバックパックに入れることで徐々に耐久度を回復させることができる。あー、なんか別のゲーム、あ、ガルガンチュアと同じだな。危険な部屋に入る前にできるだけ全ての部屋を探索すること。一度入ったら後戻りはできません。気絶した敵はかなり弱く、攻撃をそらすことで気絶させることができます。ん？あー、OK、パリーね。しかしクリーチャーの種類は様々で、ただそらすだけでは十分ではなく、彼らの弱点を熟知することが生き残る鍵である。了解。地図、ステイト、あー、まだ表示さ、進んでないから表示されないのかな。よし、行こう。よし、じゃあこの武器使っていこう。ちょっと重いか、こんなものか。おっと、来たね。さあ、どっから来る？
ミリオン。バフラン？あれ？手のひらに地図を描いておくストロングスタイル。フロムコードです。ほら、よし。ほら。お前ら弱いぞ。よし。なんかちょっとこいつの最後苦しみ方がちょっと怖かったな。お、バトルメイスあるじゃん。これもらっていこう。オッケー。チーズ出ないな。チーズ、あ、体力常時表示させておきたいな。なんかそういう目にあってんな。なんだこれ、パワールーン。緑一段階強化済み。あ、なんかちょっとアウトラインが緑になってるね。無気力、これはちょっといいってことか。こうやって調子を持った冒険者から死んでいくんだ。おっと、来た来た。さっきのここはあれか、モンスターハウスみたいなもんか。普通に道中でも出てくるのか。チーズ出てきたもな。ほらほら、よしよいしょ。ほら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 、よし。オッケー。もう一匹いたじゃろ。あれ、お前死んだ？いつの間に？わらわ殺した覚えないんだけど。弱いな。これはあれか、どれがいいの？どれがいいの？MP アップ。地図が出ないんだと思う。フロム胸熱。なるほど。出ないけど。出ないんだけど。出ないんだけど。地図出ない。わからん。わからん。わからん。まあいいわ。これは地図だと。はい、スモールメレーアタック。あ、近接攻撃力を上げるやつか。これにしよう。オッケー。地図縛りいいんじゃよ。お、おの、おの、偉い人にはそれが分からんのです。ってな、設定か。何かそのメニュー出した後、右手あたりになんか出てたような。フロム無気力のチューバーラフィス。あ、出た。本当だ。今どうやって出た？ん？今どうやって出た？出た。出たけど一瞬だけだな。なんだこれ。自分の体力をずっと表示させるようにしておきたいな。我がにゃん、フロム、無気力部中盤。なんでだろう。HUD。フル、こうか。フロム、発動。よし、これでずっと表示されるね。OK。右手の子。でもなんか、これを表示させたときだけ出るっぽい。まあまあ一瞬出るならいいや。よし、じゃあ行こうか。斧も手に入れた。こっちがあ、ん？敵がいるっぽい音がしたけど。パワールーン。これはレンジアタックアップ。レンジアタック、遠距離攻撃の攻撃力が上がるのかな。メレーアタック、ああこれだろ。もうとにかく攻撃力をどんどん上げていく。回復、あの体力アップだとか回復だとかそんなものは甘えよ。攻撃力を上げる、この一点突破。大体攻撃力を上げることが一番なんじゃよ、こういうゲームは。いっと、ほっ。こんばんは。わなか。電撃量機です。フロム、グーさん、コンパチちゃん見に来てくれてありがとう。じゃあバトルタレントっていうね、剣撃 VR なんだあれは。ゲームをやっております。そしてここにいかにも罠っぽいものが、いかにも罠っぽいなんかが。なんだこれは。ちょっと待って、あっちは待って、結構いけるところが多いぞ。フロム胸圧。そう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 、相手に攻撃する隙を与えなければ。おっと、カーズ。あ、これ罠。はっ、あ、あー、やりー。お、しかも緑色だ。いいね。これ。よし、
緑色の武器2つゲットした。これこっち、じゃあこっちにメイス、オッケー、いいねいいね、んじゃないの。やーり、フロム、やーり、知らぬ、さやか、知らぬ、さやか、よし、レベル高い武器はバフついてます。フロム、バフがついてる、ほうほうほう、呪いか、カース、カーステイトです。パッパとユーアハンドオンザ、何の武器を使うかで迷う。フロム、来いよ、どこから来たお前。おっと、このんちょっと斧使いにくい、攻撃に使える部位が限られてるから。よし、オッケー、斧はダメじゃない。マーチカースは考えるのをやめた。フロム、コードです。それなんか濁点足りないな。何？Put your hand on the stage statue. You will be cursed this, this. Decrease. HP の最大値が上がる、下がる。Decrease だから下がるんだ。Press in melee. 武器によっては MP 消費型のスキルあったりするので、初めての武器は詳細の確認した方がいいです。あ、ライディさん、コンパチジャミに来てくれてありがとうじゃん。フロム、水金さん。こんばんは。あ、スクズさん、コンパチジャミに来てくれてありがとうじゃん。ゴブリンスイヤーなってきた。おー、今バラもゴブリンスイヤーやっとるよ。ブレスはなんじゃ。じゃあちょっと武器の詳細確認してみるか。近接攻撃時 20% の確率で、耐久力を20回復。あー、デバフがつくけど、その代わりバフがつくみたいな感じだ。最大 HP が下がるが、20%、近接攻撃時 20% の確率で、20の体力回復がある。あ、微妙。まあ、取らんとこう。武器の、武器の、あれはどこで確認するんだ？こうやって置けば確認できるか。あ、レンジソード。あ、レンジャーソード。MP 消費とかは、なさそうかな？オッケー。ダメアップ、フロム、バールミリオン。ダメアップってちょっと下に書いてあったね。ダメージが上がるんだ。やられる前にやれ。危な。フロム、コードです。これバナだな。これバナだな。バーナ。おお。すごい、今の気づいた俺は偉い。やられる前にやる。それが一番。おおっと、危な。ヒュ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 。あ、これは、敵来ますね。よし、おら、来いよ、おら、よし、敵が弱いな。よいしょ、おお、危ねえ。レプスッと揺られた。よいしょ、オッケー。バナでプスッとやられるのは嫌だな。もうちょっと攻めてかっこよく立ち回って死にたいな。お前まだ死んでなかったんかい。よし、いった。何、なんかすっげえダメージ食らったんだけど。これか、これか、これ、これか。これどういう罠だ。なんか歯が出てくるのか、もしかして。すっげえダメージ食らったんだけど今。刃物出るっぽい。刃物が出るのか。うわあ、当たれねー。フロム、バールミリオン。うわあ、キッズ。敵のスモールマジック。じゃあ、これは。フロム、あ、難易度設定はありますね。難易度設定あるある。今わらわはチャレンジャーっていう難易度かな、チャレンジっていう難易度かな。それがどの程度の難易度なのかは知らない。スモールメレーアタック、これは MP アップ。 MP だって魔法とかはないしな。簡単なお仕事してました。コンパチ、フロム、ペチコ、ペチコ、ペチコさんの仕業かーって。よし、メレーアタック。ペチコさん、コンパチ読みに来てくれてありがとう。じゃあなんかもう適当に歩いてるけど、全然ここ側は行き止まりかな。最大 HP が10下がるが、インサーションオンエネミーズハズプロバブリーオブ、わかんないから翻訳。インサーションの時点でわかんないわ。チャレンジは
四天王では。ああ。フロムコードです。敵。MP なんて飾りで。突刺攻撃が確率で即死ってこと？わからん。まああんまり良さそうじゃないからやめとこ。MP なんて飾りですね。剣撃がやりたいんだよ。魔法が使いてんじゃねえんだよ。こっちとら剣撃やるためにこのゲームやってんだよ。あん？おん？わあ、いかにもな。ん？ここで戦いたくないな。ここ入りたくないな。ここで戦おう。あ、落ちちゃった。おい、よいしょ。この。ほら。あ、こいつらバカだな。回復魔法、そっか、フロムコードです。よいしょ、オッケー。
たまに走りが効かなくなる。特にわらわこれね、腕振りで走るようにっていう設定もしてるんだけど、色の剣にフロムコードです。最終強化のアウトラインがピンクだったらちょっとやだな。もっとかっこいい色がいいな。これは後で体力が減った時に来よう。ゴールはどこかな。あーよし、そんな見え見えの罠におっと引っかかるかって、おっと危な、罠が多いな。黄色い赤にもなる、いいね。どうしようかな。クエストコンの呪いはピコにもフロムアイゼット、遠距離攻撃と魔法だったらもうこれはクエストコンの呪いがピコにも錯覚していたフロムコードです。ゴールがない、永遠にさまよい続けるこの暗く悲しい物悲しい雰囲気のダンジョンを、それはやだ。なんで妖芸ってこうなんか全体的に雰囲気が悲しいんじゃろうね。お、なんかここ広いぞ。ここはゴールというかゴール前のラッシュ部屋、ボス部屋か。なんかある、いらないそういうの。来たな。さっき行ったダンジョンに複雑かな。よいしょ。押せばいいです。ほら。よいしょ。爆弾投げてきたこいつ、いかにも古典的なデザインの爆弾。おう、それ天のグラサンとかつけたパリピゴブリンとか相手したくないし、フロムよいしょよいしょよいしょ、よしオッケー。パリピゴブリンはやだな。なんかでも敵の種類はめっちゃ多いらしい。グラサンはさすがに、よし今のかっこいい。おっとおっ、なんだお前、その挙動はなんだ。なんだその軌道は。よし、敵の首をあんまり飛ばせないな。ゴブリンの首を飛ばしたいんだけどな。おららら、よし、おお結構来るじゃん。爆弾ゴブリン嫌だな、めんどくさいな。ちなみに負けたらゴブリンにエッチなことされますよ、フロム水金さん。まさかの18金ゲー。おっと危ない。 99% 食中のフロムコードです。99% 色違い。でもね、なんか敵の種類がめっちゃあれ、お、来た、やった。ほら、こっちが首で遊んでんだね。ナツコミで出すんですか。よいしょ。よし。いた。え、じゃあゴブリン本、需要ありますか。需要。誰か書いてください。パリー、チワワ VS オーク軍団フロム水金さん。よいしょ、さあお前でパリーさせろ、パリーをさせろ。この火の玉、この君にやられるフロムスクード。 AI 様、火の玉のいないところにセリフだけ描き込むか、フロムコードです。 AI 様か。よいしょ、あごめん、パリーがしたいんだってば。いいからパリーさせろってば、させろってば。よいしょ、あー今のはただのガードだ。よいしょ、あ、うん、パリーさせろってば。今から夏に間に合わないフロムコードです。冬でもいいのよこのお前、もうステージ1の敵は消極的なのでフロム。そっかー、これではわらわの体、あ、いけない、今のはパリーではない、戦いたい欲は満足できない、いける方向が限られているってことはもう これはガードも回避もしっかりする。あ、ここが2面だ。ガードしてたフロムスクード、弓構えたらガード、へえ意外と頭いいんだな。できないもんね、涙フロム水金さん。そうじゃな、当たってくだけの精神おかしいんだよフロム、胸圧、恥ずかしがらなくていいのに。フロムバールミリオン、今ので中間地点3分の2とか書いてあったね。3分の1 2。よし、うるせえ。よし、なんか投げてきたぞこいつ、ふざけやがって、やめろ、投げ物とか卑怯なことすんな、卑怯なことすんな、こいつら
あれ？あれ？あれ？ふっ、ふっ。よし、オッケー。砕けたここはもう当たって砕けちゃダメなんじゃな。フロム、胸圧。ゴブリンにも家族がいる。知らんな、知らんな。バラバに歯向かった時点であれ強い、強い剣どこ行った？あれ強い剣消えおったか。あれ？あれ強い剣消えたくない？強い剣消えたくさくない？あれ？わらばの強い剣は？あれ？わらばの強い剣どこ行った？あれ？わらばの強い剣？攻撃力上がるのかな？あれ？エンチャント武器だ。わらばの強い剣？フロム、スクード。あー、そういう効果もありそう。フロム、スコードです。あ、これを投げてきてたのか、このダガーを。あのチワワを倒せたら、家族は解放してやる。あのわらばの強い剣消えたんですが。わらばの強い剣消えたんですが、耐久値がもしかして消し飛んだか。剣はタボールの犠牲となったのだ。タボールの犠牲にこれ使ってくか。各スロット確認。フロム、バールミリオン。各スロット確認。ゴブリンの子供かわいそう。フロム、胸圧。弁論に殺される。フロム、体。剣とやるしかないや。コンパチです。フロム、コンパチ。コンパチ読みに来てくれてありがとう。じゃガクさんもコンパチ読みに来てくれてありがとう。じゃタボールの話は今日バグった。フロム、スクード。あ、タボールバグった。悲しいな。もう錆びてしまったよ。なんちゃって。フロム、水金さん。よいしょ。あ、刺さなかった。まあいいや。おじさんの強い剣ももう錆びてしまったよ。そっか。そこになければないですね。フロム、バールミリオン。じゃあ消えおったな。さあダブルダン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 。あぶね。ダン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 。ダン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 。ダン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 。バールミリオン。ダン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 。やっちまえ。ダン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 。はい、余裕。これが太鼓の達人ですか。フロム、オーダーライン。ドンドンドン。もう一回叩けるドン。フロム、ペチコペチコ。回復があるね。ノースジが過ぎる。わらわら。フロム。いやー、この手にかけるわ。フルコンボだ。お、フルコンボだドン。よし、攻撃力上げてくドン。オッケー。で、剣が赤かったので、あ、壊れたのか。なるほど。じゃあしゃあない、切り替えていけ。よし、オッケー。さあどんな効果がついたかな。マナコスト、マナコストいらな。壁に背を預けながら腕組み。あら、あ、この長い剣ってのはな、狙いが定めにくくて使いにくいんだかな。お前太鼓だ。お前太鼓だ。バラはバチボツから。よし、はい、攻撃力上げて。よいしょよいしょ、一回戻ろう。まだまだ道があった。結構このゲームのダンジョン複雑じゃねえ。もう確かにこれは地図ないとわからんなるわ。うわっ、え、複雑がすぎないか。世界中の迷宮ですか。フロム、青いウサギ。うわっ、これ切り上げからの空中戦闘も。フロム、バールミリオン。ハッチがバッチを持つとな。おやつめ、はははフロム、はは、何言ってんだ、何言ってんだ。山田くん、山田くん。長い剣は右手で歯を掴む構えで狙いやすくなるかも。フロム、スクーの。こ、ダメだ。よいしょ、まあいいや。画面がなければ即死だった。壁が、ちょっとこの罠がいらないな。おっと、なんだそのかっこいい、かっこいいわ。怖くていいですね。フロム、罠下深く。お、なんかすごいスタイリッシュだわこいつ。でもすごい罠にぶっ刺さってるぞ。大丈夫か。おっとっとっと、危ない。なんだお前、さっきのスタイリッシュな動きをしろよ。よいしょ、危ない。なんでスタイリッシュな動きからなんで横に、なんで倒れたの。か、このよっしゃ。狂犬病にかかったサイコパスだ。フロム、青いウサギ。切り上げ、切り上げ、切り上げ。あれ、
り上げで敵を上に勝ち上げられるって聞いたんだけどな。勝ち上げられないな。コツがあるのかな。よし、どんどん攻撃力上げていこう。ここはこれで行き止まりか。狂犬病にかかった際、サイココス。あれ、ウサギさんコンパチじゃ、わらわウサギさんにあの挨拶してなかったな。コンパチ読みに来てくれてありがとうじゃ。ローリングの達人がやられたか、フロムアイゼット。やつはローリングの達人の中でも最弱。ローリングの達人の面汚しよ。切り上げが綺麗に決まっていない。敵の剣に引っかかってる。フロム。なるほど。長いしね、長いしちょっと決めにくいかも。やっぱり切り上げとかそういうことしたいんだったらもっと短い剣の、短い剣っていうか普通のサイズの剣、この剣ちょっと長いからなの方がいいかも。さっきここにゴブリン2体ぐらい、2体ぐらいおった。ほら、あーもう角度か、角度が、よいしょ、ちょっと、おお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 おこいつ、あの、罠に引っかかって死んだな。バカめが。おぉ。先に言われた。コードレスさんのネタを潰してやったぜ、クヘヘ。お、シールドだ。いいね。緑シールド。綺麗に当たったダブリフロムスクード。あれはもう、あれはもう、あいつの、ちょっと判断ミスというか、足元がお留守だったなってやつじゃね。よし、これでもうなかなか戦いやすい。待って、また罠あるよ。罠いらないんじゃけど。罠なしで普通にスタイリッシュに戦わせてほしい。多いな、数。あの、お前、大丈夫か？痛いことになったな。よいしょ。あ、待って、弾いた。弾いた。あのナイフが敵に当たるんだ。いいね。めちゃくちゃ、結構このゲーム、物理演算がしっかりしてる。しておかないとね。バイオハザードの少女らちゃんと検視しとかないと。あ、こいつ色が違う。ちょっと強いかも。そんなことはなかった。突き落としもできた。フロムスクード。あぶね。敵の投石魔法。よいしょ。敵に当たりますダブル。あっちゃう。アルミリオン。自分が落ちた。敵の投石は敵に当たる。了解。槍使うか。よし、はい、来い。よいしょ、いった、お前、このよいしょ、ね、はい、はい、いや、よし、弱い、弱い、よいしょ、投げるな、そういうものを。全く手癖の悪い。あ、落ちた。ちょっと待って、自分も落ちちゃう。よいしょ。バラバの剣、バラバの剣はいなくなったね。ゴブリンの剣は弱いからな。よいしょ。さあ来い。ちょっと待って、じゃああとバラバ槍しかないじゃん。ちゃんと切られたところを押さえて倒れるのがリアリティあります。なんプロミスねっ、いった、やばい、ちょっと体力がやばい、ちょっと体力がやばいよ。ちょっと待って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 、死にたくない、死にたくない。チワワの剣を、あ、消えた。フロムコードです。うそ、やり壊れそう。このフロムスクード、やって、やり壊れたんだけど。耐久がフロムワールミリオン。よいしょ、ゴブリンの剣全然最強武器ですな。フロムオーソラアイ。でも VR の槍はね、使いにくいんで。わ、ゴブリンの剣弱っ。犠牲となったのだ。うわー、コードです。武器が何もなくなった。ゴブリンの剣しかなくなった。ゴブリンの剣とゴブリンのメイスと、こっちとかはいけない。あ、いけないわ。剣の達人ならゴブリンの剣でも勝てるはずなんですけどね。フロム青いウサギ。お、煽りだな。それは煽りと受け取った。やってやろうじゃねえか。バフかかってるので素手で十分。フロムガールミリオン。バフね、あの攻撃力アップのバフを永遠かけまくったから。水金さん、そのための拳。あ、来た、やった、剣の追加入りました。
なんか来た。ちょっと待って。あ、バカなのかな。男なら母ちゃんからもらった2つの拳でフロムオードラー。あの握るとこおかしくないこれ。ゴブリンの剣で。あじゃ。デキラー。ゴブリンの剣でゴブリンをデキラー。よし。はいはいクソダコ、はいクソダコ、うん、母ちゃんからもらった2つの拳で、まあわらはバビ肉だからな、ちゃんと剣使っていこうね、剣撃ゲームだからね。よし、ちょっと体力が心もとないんだけど大丈夫かな。よいしょよいしょ、はいはいはい、よし。サスアイさんからもらった拳でクロム、ミズキンさん拳、ちょっと大丈夫、お前ちょっと大丈夫させ、おら、おら、拳で、拳で、お前さっきから大丈夫か、すごい、バラバの拳は、こんなことをするための拳では、バラバの拳は可愛い名簿を去るための拳であって、こんなことをするための拳ではないんじゃ。ちょっとやっぱり体力が減ってると、ムーブがチキン寄りになるな。さあ来い。耐久力はスロットに収めないと回復しないので注意。フロム、そうだった、そうだった、そうだった。スロットに収めれば回復するのを忘れていた。ちょっと待って。あー、ちょっと待って。ちょっと待って。うん？なにこれ？よいしょ。パワーパンチ。よいしょ。増力者クラク。フロム、オードリー。よいしょ。オッケー。ふう、ふう、ふう。この子ら。そんな罠対策能力でよく今まで生きていられましたの。フロム、我が下がよくこのダンジョンをねじろに活動できたな。よし、オッケー。そっか、じゃあ同士はしっかりウェポンは収めてないとダメじゃない。あ、赤枠になった。ウェポンはちゃんと腰とかに収めてないとダメだ。幸運値が上がった。その手は人を切るためでなく人と手をつなぐため。フロム、水切り。そう、まあでもこいつらゴブリンだから関係ねえな。おーっと、罠があるね。何これ、木の根か。ちょっと体力回復、お、あったじゃん。オッケー、欲しいと思った時に出てきてくれる。かっこよく罠にダイブしてたプロスクードねえ、ゴブリンが間抜けに見えるから、スタイリッシュ、罠いらないんじゃないかな。ゴブリンはね、ゴブリンは対象外ですよ。これいける？どれくらい？ジャンプの距離ってどれくらい？あー、なんかいけなさそう。あー、なんか微妙、いけなさそう。他のところ行ってみよう。あ、他のとこねえじゃん。人とは手をつないで、ゴブリンとは手を切るのか。フロム、我が下。当たり前だよな。ジャンプ最初から使えるのか。フロム、スクード。ジャンプは最初から使えるかな。フロム、バールミリオン。ダッシュジャンプ、ダッシュってどうやんの。手振り、両手を大きく振ってジャンプすると高く飛べます。フロム、N、F。 あ、ほんとだ。フロム、コードです。あ、ほんとだ。ありがとうじゃん、NSさん、こんばんは、自由に来てくれてありがとうじゃん。腕振りジャンプはね、バラは設定で、バラはもう常時出しにしてるから。よいしょ、おい、来た。ウルトラハンゼル、ゼルダの世界から帰ってきて、もう設定でね、これは切ってる、常時出しにしてる。これ多分常時出し状態。心を解き放て。これあれじゃね、赤いと耐久値が減ってるんだか分かりにくいね。耐久値はこれ、耐久値どこに表示される。デュラビリティか、デュラビリティが耐久値か。貴重な頭のてっぺんに入れた。クロム、スクール。頭のてっぺん、よし。さあ、おー、危ねえ。なんだこれ、危なちょっと。これは真面目に戦わん方がいいな。罠にやらせるか。よし、ここは待てばいい。よっしゃ、フロム、バールミリオン。待ってれば敵が勝手に死んでくれそう。よいしょよいしょ。
なんだお前、起き上がるな。ゴブリン専用拷問部屋フロム。こいつらアホじゃな、アホじゃな。スタイリッシュな動きをするためにいろいろ頑張ったんじゃろうけど、クソ雑魚じゃな。ええほら終わった、よし、オッケー。じゃあまた攻撃力を上げて、うんと、あとこっちも行けるな。もうこっち何もする必要ないね。お、なんだこれは。ピュッパ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 ージスタチュー Put your hand over the statue, on the statue and all your curse. あー、カース、あの呪いを解くのか。ここに手を当てれば、呪い受けてないからな。特に呪い一つも受けてないからな。これじゃろ。5% のメレーアタックダメージが減少する代わりに、Using on enemy as a shield to resist attack to it with なんとか、うん、いらね。あの、攻撃力が、近接攻撃力が下がるのはダメです。そんな、こんな短時間で、このパージスタチュー、2つもいらんのじゃけど。はい、どんどん近接攻撃を上げていく。祝ってやる、盛大にな。よいしょ、あ、ちょっともうちょっと近くで腕振って。なんで離れるの、なんでお前ら離れるの。お前らの攻撃をパリーしたい、パリーしたい。よいしょ、お、来た来た。これパリーじゃろ、これこれパリーじゃろ、これパリーじゃろ。なんかパリーなんだか勝手にこけたんだか分かりづらいな。ほらほら、よしよし、オッケー。なんだこれは、境になっている。ここで戦いというのか。あ、なんかいるぞ。お、これはボスでは、ボスみたいなの、おる、ボスみたいなの。体力は満タンだな。明らかにボスみたいなのおる。パリーンって落とすればいいのに。パリーンって、いや、あのね、結構、あ、確かね、しっかり決まるとパリーンって落としてたけど、なんか今のはね、他の音とかぶさって、まあそう考えれば確かに分かりづらいか。他の音とかぶさって音が分かりづらかった。なんかパリーン決まるとなんかパリーンって音はする。よし、あいつはさすがにわらわといい戦いを繰り広げてくれるじゃろう。こっからパリーンしまくり、やったぜ。よし、さあ、座布団もらえないのか、フロム水金さん。あ、ごめん。そっか、今のあの普通にマジレスしちゃった。でも座布団はあげません。山田くんをあげましょう。爪、ははは、フロム、コードレス。あ、コードレスさんが突っ込んでくれた。待って、ボスと対マンさせて、対マンさせて。雑魚いらない、雑魚いらない。よし、さあ来いよ。パリーン、パリーンと音がする。永久期間が完成しちまったな。フロム、雑魚いらないんだけど。はっはっは、何言ってんだこやつめ。回復用弱、フロム、バールミリオン。あ、そういうこと。じゃあ無限脇、京都は言う前に、フロム、コードです。さあ来いよ。いた、おっと、おっと、あ、すごい。
いや、なかなかスタイリッシュな。最後の一撃は切ないフロムコードです。なかなかスタイリッシュな攻撃をしてきかけてきよったけど、まあお前程度では話にならんかったな。あ、こいつじゃない。あれ、こいつか。最後の一発くれてやんよフロム。最後の一発キンさんくれてやんよ。ダンダンダン、よし、この程度で勘弁してやろう。オッケー、一発クリアじゃないの。ダンジョン絶望に満ちた死に顔ですな、フロム我が下。ははは、ゴブリンどもに絶望をくれてやったな、このバラバラとしたら間に合わなかったフロム、スクード。あー、そういうことか。ファーストアーティファクトメイクアナザーワンウィアドーンアンビリーバブル。驚いた、 You just defeated the Goblin Elite Warrior. I was right about you. The passage to the realm of the undead unlock more your talents at the temple. まだちょっとにじんでるぐらいかな。衣装が帰り血で真っ赤になったらクリア。フロム、水金さん。あ、こいつの？え、こいつの？ちょっと英語で言ってもらえんかね。フロム、コードです。ほら、今ずっと英語だったけど。よし、実績なんか解除されたかな？見に行こう。まだ汗は、汗ばむ、ちょっと汗ばむ程度かな。うぃー。スカルカーラッシャー。ボーン、ビースター。I am a pen from オーゾライン。I am a pen on my sword.I am a pen. I am a... I am? I have a pen. お、めちゃくちゃスキル手に入れた。スキルポイント。何を取ろう。これは？ティアアパート。ゴブリンスレイヤー取れたよね。フロム、スクード。ゴブリンスレイヤー。今何取った？ 40ゲット。フロム、40ポイントゲットした。壊れやすい敵を掴んで引っ張るとバラバラにすることができる。地獄に満ちた時は、地産の服がクリアされるって。フロム、我が下。あ、ゴブリンスレイヤー、ほんとだ、ゴブリンスレイヤー取ってる。なんだってー、やばいじゃん、このゲームを続けていった果てには、あのわらわのチャンネルバンじゃん。怖。え、これ何？え、今現状ですでにバラバラにできるよね。どういうこと？現状で骨とかバラバラにできるよね。え？ん？現状でよくない？よくわからんな。これはレーザーサイトいらん。ファイアボール、お、魔法来た、魔法来た。どっち、あ、より簡単にばらけます。より簡単にばらける、なるほどね。取ってみるか。どっち取ろう、どっち。You can dodge opponent's attack, press left joystick to dodge. OK。あ、こうだ。あ、OK。OK。あ、OK、OK、OK。ジョイスティックの押し込みでどっちだ。回避だ。OK、OK、OK。あんまり使うことあるかな。まあ、そこそこ使うか。コールバックスピン。武器を呼び出すとき、スピンが十分に高ければ、再びスピンする。どういうことですか？どういうことですか？移動用。なるほど。あ、なるほど。移動が早い。でも、あんまりこれ移動に対応しすぎると、スティック痛めそうで嫌だな。あとはイナブル、あ、エアリアルアタック、そもそもイナブルしてなかったわ。なるほど、ここでイナブルしなきゃダメなのか。なるほどね。あれ、どっち、イナブル、あれイナブルすると使え、違う、これ現状がってことか。現状ディザブルなんだこれ。あ、じゃあ普通にさっきのままでいいんだ。エアリアルステイもイナブルになってる。ファイアボールスペル一応取ってみるか。Put the stone in your glove to use it. チャージすると火の玉が飛び出す。気をつけて自分を吹き飛ばさないようにしましょう。石を手の甲に入れて使用します。なるほど。あ、来た。はいはい。ここだと出ないのかな？ここだと出ないのかな？オフハンドにつけておこう。これは？コールバックコントロール。あー、イナブルになってるな。そこの
アンロックから離れてください。フロムバールミリオン。ここから離れる。あ、離れれば。あ、来た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 。おお。アサシンブレードやん。フロム青いウサギ。投げる。ああ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。アサシンブレード。アサシンブレード。アサシンブレードとか使えばいいんだけどないな。フロム我が下各。炎の錬金術。待って、MP の消費がめちゃくちゃ、MP の消費めちゃくちゃ多いな。もう2じゃよ。誘爆注意。あー、ダメだ。フロムスクード。これで自分にもダメージ食らっちゃうのね。なかなか大変じゃな。燃費悪し。フロムバールミリオン。燃費悪しじゃねえ。鉄棒、お。きたー。あ、これいい。あ、ね、違う、なんか思ってたのと違う。なんか違う。違う。違う。棒だと思ったのに、これ棒じゃない。これコンボ。これ違う。わらわが求めてる棒じゃない。違う。キム細胞、フロム、バールミリオン。コン細胞。なんか違ったな。思ってたのじゃなかったな。コールバックスピン一応取ってみるか。なんかよくわからんけど。ウギバット、オラ、フロム、スクード。なんか求めてたやつじゃなかったね。マキシマム HP 取っとく。一個ぐらい。あ、もう一個ぐらい。あとは特に欲しいのないな。これはデフリート。あー、もう取ってるやつ。アイスワンドかっこいい。じゃあいいや。フロムバールミリオン。アイスワンドってどれだ。アイスワンド、ただのワンドは確かあったな。メイスか。ワンドはないか。みたいな顔だからあってる。フロム青いウサギ。それ褒め言葉じゃねえな。それ褒め言葉じゃねえんじゃけど、おかしいな。あれ、清廉潔白な可愛いわらわのどこにミーガン要素があるっていうの。女だり上げ。フロムバールミリオン。女だり上げ。上の段の左から2番目。フロムスクード。上の段の左から2番目。あった、アンロック。S じゃないですか。フロム胸圧。あ、なにこれ、どうやって使うのこれ。何言ってんの。あ、待って待って、それあの、それ危ねえ危ねえ。それ否定すると M って言われるところだった。Can be used to summon an ice sword and アイスソード。おお、なにこれ、なにこれ、なかっこよ。おお、なにこれ。てかこれってあれ、もしかしてここでアンロックした武器が道中で表示されるってこと。水金さん、念願のアイスソードだ。 M か S かと言われれば S かなーつって。射出アンドモテル。ここでアンロック、バールミリオン。ここでアンロックしないと、フロム、表示、フロム、あれか、ステージに現れないってことか、もしかして。道中で拾えるようになる感じかと。ね、多分そういう感じだよね。ここでアンロックすると道中で拾えるようになるってことかな。こうやって持って切ることもできるし、お、なにこれ、なんかすごい現れ現れ。切ることもできるし、こうやって射出することもできる。剣持てます。フロムバールミリオン。剣持てる。え、持てるの、ここに表示。あ、そういうこと。剣持てるってそういうこと。そのままでは切れません。フロムバールミリオン。そのままでは切れないんだ。あ、そうなんだ。あー、もう出ない。フロムスクード、もう出ない。じゃあ次、フィールドで出たら表示、生成したら使おう。じゃあ、つける感じになっちゃう。フロムバールミリオン。なるほど。C の2の1のアリーナ行ってみるか。犬が吠えてなかった。フロム胸。なんかもう魔法出ないよーっていう音が、吠えてる音に聞こえるで。槍しかない。嘘、槍でやれってか。剣欲しいけど。仕方ない。槍かー。さあ来い。これアリーナモードだからどんどん敵が襲ってくるっていう。よし。今ほら、水金さん。アンロック版横の柱にもダミー召喚はあります。フロムバールミリオン。あそこでダミー召喚ができるのね。お前魔法使いか。こら。こら。よいしょ。ほら。もう魔法攻撃。こいつは骨だから素手の方が早いかも。おら、
先をバラすのってこんな感じだよ。ポキポキって。いいね。空手より強いフロム発想。おら強い。敵をバラバラにするチェインとかすは資産フロム。おら。我が人に。いった。たまに外れただけで復活するので。おら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 。よし。だって目の光が消えれば復活しないんだね。おら。あ消えた。よし。よいしょよいしょ、よし、オッケー。あ、お前まだ生きてるな。ほらほらほら、よし、オッケー。ほら、よいしょ。お前まだ生きてるだろう、どうせまだ生きてるね。ほら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 、この誰だ、魔法打ってるのは。お前か、お前か。ほらこの、よし、いった。この距離か。よし、まで魔法を打ち消せます。フロムバールメリオ。よし、よし。あ、そうなの。なるほど。よし、オッケー。待って、こいつらクソ雑魚じゃない。見せられない残虐非道な行い。フロム大丈夫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 、こいつら骨だから。頭を敵に。無機物無機物。おもちゃを壊してるだけ。お前おもちゃを壊してるだけ。よいしょ、骨を置いてけよ。よし、ほら。なんだ今バラバラ何もしてないのにこいつ死んだぞ。あー、もう魔法が鬱陶しい。ほら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 、よいしょよいしょよいしょ。もう壊れちゃった。フロム、ミスキンさん、このおもちゃまだ生きてる。あ、このおもちゃまだ生きてる。あー、壊れちゃった。いった。敵の魔法は敵に当たる。なるほど、だからそれで死んだのか。見ただけで恐怖で自死したのか。フロム、我が下が。なるほどね。いやー、そんな、ほら、怖がることないのに。ほら、来いよ来いよ。恐れをののいたか。今なんか敵復活した。頭を投げてもダメージ入らないか。フロム、スピード。いや、入ると思う。あ、終わった。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。ねえ、まだやり足りない、つまらない。それ、敵のケアをもらっていこう。お前らにはもう必要ないものだ。よし、お、メイス。よし、オッケー、さあ行こうか。あ、もう終わった。いやー、そっか、もうこれ終わりか。ハチさん怖い。フロム、水金さん。何言ってんの。こんな清廉潔白可愛いわらわを捕まえて怖いだなんて。うん、あー、実績解除されてないわ。骨を相手にちょっとこうね、おもちゃを壊して遊んでるだけじゃん。怖くない怖くない、わらわ怖くないよ。じゃあいいや、このまま進もう。あ、またアリーナか。またアリーナか。よし。まあね、でもアリーナの方がね、敵との戦いを存分に楽しめるから。なんだ？杖だ、杖。ボウガンだ。おほー。確かに矢が無限なんじゃろ。 W フロム来たー。で、何この杖は。これは何に使うの。謎の超兵器棒が。ファイヤーワンド、バールミリオン。あ、おわす、出てくれ。すごな、待って、炎出るんだけど。あ、ここがドラゴンの顔みたいになってる。はー、なるほど。杖ではないのか。フロム、水金さん。杖だった。思ったのと違う出方だ。なんか、そう、この辺りからこうやってバーンって出すかと思ったら、こっからなんかこっから出るのって当てづらくない？ここから出るのか。わらわら。フロム、こうやんなきゃ当たんなくない？これ。すべてを射出できるボウガン。フロム、バーミリオン。ね、なんか敵の剣とかも射出できるらしいね、これで。よし、じゃあボウガンメインで戦ってみますか。なんか出た。おら。これ。あ、お、来た来た来た。待って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 。
レーザーサイト、フロム、スクード、ドラゴン、あ、ちょっと待って、うまくつかない。よし、あれ、ちょっとうまくつかない。あ、そっか、引かないとダメか。ほら、おー、気持ちいい。レーザーサイトは、つけてない。こうして引けば、つくのか。ほら、おー、気持ちいい。なにこれ。頭も落ちらせるのかな。フロム、我が下、赤く。赤い骨の頭、やってみましょう。かわいそうすぎる。フロム、我が下、かっこいい。ねえ、それはでもあれじゃよ。フロム、スクード。ま、かっこよく舞えるところで舞えないのが悪い。ガード不可らしいです。武装解除してくる。攻撃をする敵もいます。フロム、N、怒り。なるほど、赤いエフェクトの攻撃はガード不可。なんかすごい、すごいそれあれだね。赤色っぽいね。赤い攻撃はガーフ。逃げる。こうやって避けるしかない。ってことかな。武装解除してくる攻撃もいる。してくる攻撃もある。気をつけよう。気をつけよう。ちょっと、この激しい戦いの中で覚えてられなさそうじゃけど。まだがないのはマナイハン。ねえ、わらわのためにまだ無限にしといてくださいよ。なんか暗くない？チャプター2の1でアリーナ by only using tearing to defeat all of me。浜で死に申した。フロム、コードです。なんて書いてる？うん。ティアリングのみでクリアして、すべてのティアリングって何ですか？素でオンリー、フロム、バールミリオン。あ、素でオンリー。え、ボロボス、あ、そっか、途中で他の武器使っちゃったもんな。なるほど。C2 の X、境界をクリアすればネクロマンサー。今23時17分。じゃあ次のステージやって今日は終わりにするか。
多分次のステージやってればいいぐらいの時間になりそう。フロムスクード引き裂きって意味、なるほどね。スクードさんが調べてくれたフロム。おお、スクードさん情報ありがたい。うん、どうしようかな、どうしようかな。あ、ファイヤーワンドがアンロック、ボーガンもアンロック、バイキングソードアンロック。あ、してたわ。体力上げとくか。彼とチワワの拳は豆腐を豆腐のように砕く、プロムコードです。豆腐を豆腐のように、敵は豆腐だった。バイオハザード RE2 だった。 RE2 のおまけモードだった。あれはあれか、敵じゃないわ、あの自分が豆腐だわ。じゃあこれだね、これを最後にやって終わりにしよう。よし、いいねこのゲーム、楽しいわ。お、教会フロムバールミリオン、ザ・フォース・サバイバー、ザ・トーフ・サバイバー。これバイキングソード、あ、ローマンソードか。ローマの剣。じゃあ行きますか。ちょっと雰囲気違うね、教会って書いてあったもんね。教会だからやっぱりアンデッド系の敵が多いんだね、多分。オッケー、すごい。平凡した空中コンボがかっこいい、プロムバールミリ。あら、起きた。だがセーブがうまく読み込めないことを、おら、まだ誰も知らない。おら、プロムそのバグは勘弁。おら、おら、あ、ちょっと待って、難しいな空中コンボ、敵で、に、おら、あ、ちょっと待って、引っかかる。フロム、スクール。な、なんだって、あー、死んじゃったよ。なんだお前それは。よいしょ、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 こいつ硬いな、意外と。おら、ほい、おら、あー、ちょっと遅かった。もう一回、もう一回、もう一回、もう空中コンボ難しいな、敵への攻撃が間に合わない。罠っぽい、めちゃくちゃ、あ、罠じゃ、いった、ん、あー、ここに罠あった。罠じゃなかった、これは。こっちは罠じゃなかったけど、ここに罠があった。切り上げ即ジャンプですね、フロムバールミリオン。切り上げ即ジャンプ、もう切り上げられてる敵を眺めてる余裕はないね。同じ武器か。切り上げが決まったと判断する前にもうジャンプするしくらいじゃないとダメか。あとこれか、しっかり腕を上げてジャンプしないと、それで飛距離伸びるから。おっと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 。ただあれか、これやっちゃうと敵に剣が当たっちゃうのが、あ、でも当てていいのか、当てた方が空中滞在できるからいいのか。おっと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 。なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。なお前、急に、急にびっくりした。耐久値回復した方がいいかも。そうだった、忘れてた。耐久値の回復ということを忘れてしまう。空中の敵を空中できれば、ほら、さらに飛びます。ほら、バールミリオン。お互いにさらに飛ぶ。なるほど。よよ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 っと。危な、これ危な。え、この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 、いた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 。攻撃してこいよ。もうわらわが一方的に切って
ってるだけじゃ楽しくないでしょ。バルはパリーをしたいのよ。駆け引きが、ケンチャンバラの駆け引きがやりたいのよ。勝つ気があるなら鞘を捨てる必要はない。フロムコードです。勝つ気があるなら鞘を捨てる必要はない。ん、勝つ気があるなら鞘を決まると捨てる必要が、スクード、戦闘強調、やばいフロム水金さん、あ、これ運ばれめっちゃしてるって言わそう。戦闘強調は今日本語が今うまく解釈できなかった。あかん、戦闘で脳みそに痛いあれがいっていない、脳みそに酸素がいっていない。よし、オッケー、これだったら体力かな。よし、チワワだからね、仕方ないね。仕方ないね。水金さん。もう攻撃でね、頭いっぱいいっぱいなんじゃ。あー待って、マジックアタックアップ。MP が上がる。遠距離攻撃。どれがいいかな。マジックアタック上げとくか。人工呼吸しなきゃ。もうそう言って。人工呼吸。基本的に人工呼吸を何かで聞いたようなフロムに囲ってきて、何するつもりよ。空気を鞘を捨てるの玉砕覚悟。入れてフロム剥がした覚悟。入れすぎ。もう吐かせて。でもこのゲームそういえば聞いたんだけどさ、このゲームとかはないけど、鞘のある武器とかもあるらしいんだよね。で、すごく鞘に入れる。そういえば手の甲にはめた動きがなくなってる。鞘に入れるのがすごくリアルだって聞いた。他の VR ゲームだとあんまり鞘に入れる動きってリアリティがないんだけど、このゲームそこがすごいリアルに再現されてるって聞いた。あ、多分あのね、魔法のクリスタルみたいなのも呼吸の際鼻も塞いでね、フロム道中で拾えるんじゃと思う。そうじゃね、鼻開いてね、こうやって首上げて軌道を開けてね、大事だよ。聞いたれよ。ほらフロムコードレス。あ、あれですね、世界で一番純粋な純愛。ほら、ほい、あ、ちょっと飛びすぎ、お前飛びすぎ。あ、もうくっついてくんな。ほら、ハッチに自動呼吸する。よいしょ、よい、よし、ぐさ、死んでるね、よし。ほら、ちょっと飛びすぎだ。でしょ、まったくもう飛ぶ距離考えなさい。うっす急にぶせた。心臓マッサージも急がねば、お身体に下がりますよ。フロムコードです。あかん、もう医療行為にかこつけた変態行為するやからばっかりじゃん。ってかもう大丈夫やもう。うっす、武器を強くする。ほら、よし、なぜか下に切ったのに上には勝ち上がっていく。ん、あれ、お前まだ生きてる。さっきやった時敵が吹っ飛んだのはスキルのおかげか。フロムスクード、なんかそういうスキルバラは取ってたっけか。あれ、反対側ってなんだっけか。よいしょ、あ、なんかあるね。あー、ここでも武器の強化できるじゃん、いいね。骨が軽すぎるせいか、うん、フロムバールミリオン、骨が軽すぎる、なるほどね。よし、武器がどんどん強化されていく。もうちょっと重たい敵だったらもうちょっといいぐらいの飛距離になるか。あんまり飛ばれすぎると追い打ちできないわ。あれだね、あれを思い出すね、アルタイルブレイカー。うん、お、ここも待って、武器の耐久値は？と少々のスケルトンが気の毒な命じゃ。あ、この武器あんまり耐久値がないんだな。ただ55しかない。たまに妙にホームランしちゃいますが、フロムバールミリオン。やだ。おっとっと。危ねえ。痛ない。後ろ。この。わ。痛い。待って、攻撃範囲おかしい。いった。は、死んだ。待って、あれ攻撃範囲。
だけど。明らかに今火に当たってないのに死んだんだけど。実際の火の見た目よりも攻撃範囲広いんだけど、あれ判定疑惑なんだけど、ちょっと今の疑惑の判定じゃろ。ファイアワンド強すぎ。イ・フロム・ライデン・フォルス。もう全力で削られたわ。すごい削られ方された。何にやられた。フロム・スクード。敵の炎じゃねえ、敵の炎。私も知らない。フロム・バールミリオン。何今の。フロム・ミズキンさん。というか多分もっと離れなきゃダメなんだと思う。フレイム並みに詐欺判定。フロム、そう、判定が詐欺だったよね今の。絶対ワドマのあのこの辺りに、この辺りで火止まってたのに、もうちょっと先だったと思う。なんならあの多分バルマの見た目だとこの柱のくらいのあたりまでで、フロム・バールミリオン、火止まってたのにあの当たったもん。ダビー出してみる。まあ熱波すごいんでしょ。フロム、我が下が熱波でやられたのか。ダミーどこで出すんだ。ダミーどこで出すんだ。ん、ここじゃなかったっけ。んアビリティ版の左の柱。アビリティ版のバールミリオン左の柱。あー、ほんとだ、なんかある、なんか出てきた。ちょっとなんでそれ、その UI 隠しとくの。なんで隠しとくの。普通に表示させとけばいいじゃんけ。サンドバッグ、ノーマルアタック、ストロングアタック。これは文からない W フロム我が下各。これはわからん。近づかないと見えない罠フロムバールミリオン。近づかないと見えない罠じゃったね。ちょっとそれはひどいんじゃないでしょうか。じゃあアイスワンド使ってみるか。あ、中ちょっと待って、違う。おら、あ、なにこいつの鎧かったいな。フロムバールミリオン。赤い攻撃はガードできない。おら、赤い攻撃はガードできない。なるほどね。おら、よいしょ、見てから回避余裕でしたってな。お、鎧が剥げた。おら、おら、もうこれ言うて骨なんじゃから。よいしょ、さすがにダメか。オッケー、いけたわ。骨弱いな、結局関節が、軟骨がすり減ってるから。念願のアイスソードなのに使い、憎そう。フロム、カードです。バルワがうまく使えてないだけかもしれない。あと、マナがね、こいつがあの、ちょっと強いやつだから、ノーマルアタックの敵を。ほら。反応しろ。あれ固まった。え、固まった。え、もしかして凍る。え、凍るの、もしかして。え、凍った。フロム、バールミリオン。凍ってる。立ったまま死んでる。フロム、我が下。あー、凍るんだ。へえ、面白。仁王立ち、フロム、水金さん。すげえ、これが、弁慶。ちゃんと敵が動いてるときに、凍らせたいな。ほら。結果を凍っているので、即死しないのか、フロム、コードです。なるほど。打ち上げて撃つと空中固定できます。フロム、バーン。なるほど。面白いな。へえ、あ、待って、マナがないや、もう。なんか、ここの間だけマナの消費ゼロにしてほしいな。あと、なんか試してみたいもの。あとは、まあ、別にかな。フィールド上で、だいたい、見たもんな。あと、あれか、あの、パリーがね。マナ回復のアイテム置きたいですね。フロム、我が下。ね、マナ回復ここでできないの、ちょっとあれじゃねえ。ロングファルシオン。不便だから無限にしてほしい。フロム、スクード。ね、ここをちょっと無限にしてほしいね、ここだけ。よし、さあ、パリーさ、いやは、いやは、パリーさせて。83寄り道してないからアンロックしてないのもあります。フロム、バールミリオン。いや、あ、なるほど。寄り道するか。いや、あ、これがパリ、今のがパリ。
こ。まったくもう。じゃあ、多分今のステージをやってると、ステージ2クリアでポーションゲット。フロムバールミリオン。ステージ2クリア。ステージ2。1の3。これか？ステージ2の3。2の3やるか。2の3やるか。マイティーハンマー。ポーション。ノーマルボウ。アーミングダ、あ、待って、弓、弓、弓、サンダースピア。なに、待って。ちょっと1の3やろう。1の3やろう。なんか知らないのがあるぞ。これステージいくつまであるんじゃろう？ C2X ですね。次回かな。次回か。バールミリオン。いくつまで、あ、弓。おぉ、あ、いいね。ステージっていくつまであるんじゃろうね、これ。だが。よし。下ルートはやってなかったんだ。下ルートはすっ飛ばしてたね。あのダンジョンモードが面白いって聞いたからダンジョンばっかりやってた。あれちょっとよいしょ。オッケー。弓楽しいね。やっぱ弓じゃよね。この若干右に寄るな。なんでや阪神関係ないやろ。フロムコードです。言うほど阪神か今。な、待って、ちょっと右に寄るな。よし。弓はレーザーポインター欲しい。フロム。右に寄るな。レーザーポインター使うか。レーザーポインターは甘えって言われそう。お前よくその状況で動けるな。お前それよくその状況で動けるな。とどめを刺してやろう。この結構当たり判定が。よし。シビアかも。左結構。右に寄るのか。フロム、スクード。なんか右に寄る気がする。いや、バラはね、エイムが下手くそなだけかもしんないけど。よいしょ。よいしょ。おお。うわ、びっくりした。この、よいしょ。いや、ちょっと。右利きでも右に寄ったよ。フロム、スクード。あ、なんか構えがもうすでに若干右に寄ってる。下に甘えられるとか。単なる構えが実際のなんかあれより右に寄ってるわ。なるほど。みんなわらわに甘えてほしいのかい。わらわ甘えるぞ。わらわも甘えるときは全力で甘えるぞ。あー、なるほどね。もう構えの段階ですでに若干右に寄ってんだわ。このゲームの弓、実際の手の角度よりなんか右に寄ってんじゃん。これなんか右に寄るんだ。よいしょ。この。はい、よし。使用なのか。フロム、スクード。ちょっとね、あの角度の問題だね。よし。まあしっかり狙ってあげれば。遠慮するな、今までの分たっぷり甘えます。おかわりもいいぞ。わーい。フロム、あ、落ちた。待って、落ちてった。クロスボウが優秀すぎて弓いらない子。フロム、バールミリオン。クロスボウだけあればよかったんや。まあ、クロスボウはもう銃感覚で狙えるからね。お前のせいで後ろにいた大きいゴブリン君落ちちゃったじゃろ。反省しろ。隣のスイッチを押すと愉快なことにクロムバールミリオン。スイッチこれか。あーね、なるほどね。愉快なことになりますね。次のウェーブが来たときに。あ、なに、なんだお前。いった。よし。このチョコバカとチョコバカと。よし。うわー、待って、なんかちょっと強、ちょっと重武装なやつ来た。
ずれてても当てる八さんすごい。フロムバールミリオン。いやーこれで上手い人だともっとしっかり当てんじゃん。ほらね、前 VR 弓ゲーやっていろいろやって分かってるけど、ほら VR の弓はね、エイム力クソタコダメクジやから。よし、なに、腕に当たってた、腕に当たったのか。弓の耐久がフロムバールミリオン。弓の耐久減ってる。ほーらほーら、ヘルモソフロムエナイグマ73。指の耐久えぐいあるんだけど、指の耐久4000あるんだけど、どういうこと。エニグマさん、ヘロー、ホラーホラー、コンパチジャミに来てくれてありがとう。じゃんハンモサってなんだ、ハンモサって、ハンモサモサ、ファイヤー、ファイヤー、オッケー、これでアンロック。どこだっけ。違う、どれだ、弓、あった、うん、弓、あ、もうアンロックされてる。オッケーオッケーオッケー。あとサンダー。また紙のフロム我が下書く。してない、してない、このしてないじゃろかい。遠距離武器は何かがおかしい。フロムバールミリオン。何かがおかしい。いや楽しいけど使ってて。サンダースピアかっこいいんだけど。あ、違う、何これ。美しいって意味だって。おフロム美しい。おお、センキューセンキュー。スペイン語でセンキューってなんだ。サンダースピア。ちなみにスペイン語。ほらほら、なんだこいつ、ちょっと強いぞ、ちょっと強いぞこいつ。スペイン語。ほら、雷槍はトリガー引き付かブロックだったから、フロムバールミリオン。トリガー引きながら数メートル、フロムコードです。よいしょよいしょ、グラシアス、グラシアス。あ、待って、マナが、うん、違う、 You are out of、 あ、マナがないわ。え、26あるんだけど、26でも足りないの。30ぐらい使うのかな。グラシアス、つまりありがとう。グラシアス、あら、おし、おし、おいしょ、この、よいしょ、よいしょ、ま、いかにもボスっぽいやつ。おら、おら、
よいしょ、危ない。お、なんか、お、待って待って、ひるんでるひるんでるひるんでる、マックのうち、マックのうち、よし、何それ何それ何それ、よいしょ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 、うわ、飛んでない。フロム、スクール、おりゃ、1ワワワ、フロム、待って、行った、まだが足りない、よいしょ、行きたい、危ない、よいしょ、ふー、どんどこどん、どんどこどん、よいしょ、あー、なるほど、なんかパリーみたいなこと、よいしょ。ハンマー、うちは主にボーガンを射出しています。フロム、バールミリオン、おりゃおりゃおりゃ、ちょっとずつ弱外者になって、フロム、防具がね、なくなってね。その攻撃弱くない、その攻撃弱くない、よし、最後は一皮だけだ、こいつもただの骨でしたか、フロム、バカした、よいしょ、あれ、ダメだダメだ、あれあれ、もう引っかかっちゃって、引っかかっちゃって、引っかかっちゃって、技が発動しなかった。オッケー、裸マント、変態かな、変態かな、あら、これどこ行った、黄金バットかな、フロム、我が下、ガク、ほーほい、あー難しい、めちゃくちゃ投げるな、よいしょ、ほい、ほー、めちゃくちゃ投げる、あ、ダメだ、スクード、よっ、よいしょ、あ、ダメだ、難しい、まあ、スケルトン仕様だったし、フロム、コードです、よいしょ、スケルトン仕様、みんな大好き、今当たったけど飛びはしなかったな、どっか行ったわ、あ、ここに飛んでった、ここにいた、よーし、楽しいね、なんかどの武器もそれなりに楽しくていいね、このゲーム、飛ぶぞ、フロム、水金さん、飛ぶぜ、このゲームもマルチが必要だ、うん、フロム、スクード、マルチ必要、マルチでやっても楽しいかもね、でもあれじゃよな、こういう剣撃ゲームってマルチやると、友達にいいとこ、いいとこ取られちゃうから、いいとこ取られちゃうからな、そこが悲しいところ、サンダースピア、あ、サンダースピアかマイティーハンマーか、どっちかをアンロック、友達っていくらですか、サンダースピア、水金さん、友達はね、ですね、でも今の世の中ですね、非常に友達というものがまあ作りやすい時代になりまして、なんとインターネットというものがありまして、で、インターネットにはですね、ディスコードという、友達なんていません、友達なんて、悲しい悲しい、ほら、もう友達なんてほぼいないけど、ほぼほぼ少ないけど、ほぼほぼ少ないけど、でも最近ね、 VTuber 活動頑張ってたからね、頑張ってるからね、そのおかげか、昔は友達なんかいねえって言い切れたのが、最近は友達いねえって言うと、いねえって言うと怒ってくれると、怒ってくれる友達ができたので、友達は少ねえって言うようにしてます少ねえって言うようにしてます。見えない友達が、あー、ケバブ、ケバブじゃない、なんだっけ、ケバブじゃなくて、タルパ、タルパ、マイティーハンマー、ちょっとこいつに使ってみよう、なんかうまいこと、さっきマイティーハンマーの効能しまった、アンロックできねー、アンロックできねー、しまった、わらわの設定した NPC、 あれ、わらわが友達いないって言ったら怒ってくれた、あの友達は実は NPC だった、フロム、バールミリオン、うわー、しまった、スピアをアンロックしちゃったから、ないけど石油王の友達が欲しい、フロム、オーゾラアイン、この世のあらん、ありとあらん限りの欲を煮詰めたような欲、イマジナリーフレンズ、フロム、バールミリオン、ビューティフルマインドの話に、W、フロム、我が下、ガク、ビューティフルマインド、 VR ゴーグル買うか、フロム、水金さん、いいぞー、さあ、おい、おら、あれ、マナがない、マナがない、おら、おら、よいしょ、あれ、
ほら、君記念写真を見てください。あなたしか写っていません。フロムコードです。ほら、正直ディスコで顔が分かってる友達が一人しかいない。フロム、ほら、ほらなんて顔分かっ、なんかみんなさ、ほらがない品がないわ。資産はしもしな QED フロム我が下僕。ほら、よし、ディスコでできたあの知り合いの顔なんて誰も知らん。でもね、顔とか声とか性別とか身長とか頭髪とか流星にバナナマンビ村を足して横浜流星を引いた感じです。フロム大空アイン。もうそれバナナマン日村じゃんけ。サインしてください。サインしてください。そう、このゲームってあの蹴りがあるって聞いたんじゃけど、蹴りどうやって出すんだ。蹴りの出し方がわからん。蹴りもあれか、スキルなのか。アビリティフロム、アビリティか。あー、蹴りのアビリティをわらはまだ取ってないんじゃね。え、今さ、わらは今ステージ2の2の X じゃんけ。え、ステージ2の C、 僕の顔はいくつまであるのこれ。地にしてくださいの画像を現実にした感じです。フロム水木さん。いいじゃんけ、いいじゃんけ。チーユー、おいしいじゃんけ。我が下ガクトスタルさんメイタ X で終わり。フロムバールミリオン。え、ここで終わり。今だ。え、これ、え、キックを使え。目だ。フロム、目だ。ベニレオをね。キックが出ねえ。足はあるのに。え、2の X で終わり。フルトラの力を持っても蹴れないのか。フロム、この先ないの。1の X を超えたら2の1が出たみたいに。そこクリアでキックとポーションゲット。フロム、ここクリアでキックとポーション。え、これで終わり。次は3。フロム、バールミリオン。あ、次は3。あ、よかったよかった。びっくりした、びっくりした、びっくりした。これで全部のステージ終わったのかと思った。さすがにそれはボリューム少なすぎと思った。よかった、次は3があるんじゃね。え、3、4、どこまであるんじゃろ。3、4、5ぐらいまではあるのかな。希望としてはできれば10ぐらいまで欲しいけど、さすがにそんなにはないか。5ぐらいまではあるかな。あればいいなっていう。どうかな、フロム。どうじゃろうな。まだそこまでクリアした人はなかなかいないか。発売されたばっかりのゲームじゃもんね。じゃあこのゲーム楽しいわ。すごいなんか思い描いた動きができる。ボリュームより体験に振ってますからね、フロム。ねえ、なかなか体験の質も高くてボリューミーでっていうゲームってなかなかないからね。それこそウォーキングデッドとか、まだ 2X、 ハーフライフアリックス、しかもその後生え技取ってたので。フロム、バールミリオンさんもまだ2の X までしか進んでないのね。了解了解。映え技、あーね、このゲームは映え技めちゃくちゃ、まずあの敵との戦いがもうそもそも映えるもんね。めちゃくちゃパリーしまくれるし、上手ければ。わらわはちょっと上手くないからさ、あの癖でね、こういう剣撃ゲームやってるとわらわ癖でさ、スティックを倒しちゃって、あの敵との間合いをね、こうなんで、なんだろう、意図せず詰めてしまうんだよね。だからすごくパリーとかガードを失敗しちゃう。死体をめった打ちにするわ。資産を思い出して、フロム我が下ガク。バイじゃろー、バイじゃろー。インスタあげるか。ついてます。フロムバールミリオン。つい、あ、月技、月もいいね。月、シュッ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 、お、めちゃくちゃ飛ぶ。あとこのゲームの主人公はめちゃくちゃ肩がいい。まあシールドとかキャプテンアメリカナビの
ってほどでもなかったわ。あれシールドあんま飛ばんな、シールドあんま飛ばんな、剣やたら飛ぶのにな、槍やたら飛ぶのにな、シールドあんま飛ばんな。こうやってスローアシストのアビリティあります。フロムバールミリオン。こうやってさっきのねボスを倒したかったんじゃけど、うまいこと当てられんかったわ。へえ、投げアシストでそんなアビリティもあんのか。え、めちゃくちゃアビリティ多いな。やればやるほどどんどん主人公強くなっていく。あれだね、レーザーサイト取りたいね。飛ばせばオッケー。フロムスクード。確かに。デフォで入ってます。フロムバールミリオン。嘘。これか、スローアシスト、スローイングトワードザラインオブサイトトゥスローファスターっていうこと。視線に向かって投げると速く投げられる。視線に向かって投げる、これはダメかな、剣形かな。要は変な方向向いてると、あー速くは投げられない。ちゃんと視線の先に向かって投げると、おーめっちゃ飛ぶと。強し速球ですね。フロムバールミリオン。なんか今変な音した、変な音した。真正面に高速、あ、待って、しまっちゃしまっちゃ、真正面に高速球。今のは、今のなんか発動したか。あ、なんか武器を場外に飛ばしちゃうと変な音するわ。あー飛んだ飛んだ飛んだ、なるほど。 Oh why don't you try other。キャプテン死んだ。フロム我が下。オッケー、キャプテンアメリカごっこができるな、これは。まあ、縦にそんなダメージないじゃろうけど。うん。正しい武器を投げないと文句言われます。いいね、フロムバールミリオン。ああ、なんかここに表示される人になんか、なんか武器投げてあげるとなんか起きるんじゃけ、なんかそういう要素もあるってツイッターで見たな。なんかで、ね、情報ふわっとしてるけど、わらわんふわっとした情報しか知らないからよくわかんないけど。なるほどね。うん、多分まあ今日のところはことあたりで終わりにしておきましょうかね。今月はね、このバトルタレントもそうだし、うん、あともうすぐね6月9日にアンデッドシタデルも発売されるし、うん、で6月の17日中旬にグリムロードっていうね、これまたダンジョン系の VR 剣撃ゲームが発売される。でこれは今月発売されるゲームじゃないんだけど、前に、結構前にね、何年か前に発売したゲームが、最近日本語化したゲーム、グラディウスっていうね、ローマの剣闘士になって、人間やら虎やらとね、戦えるゲームがあるんだけど、そんな感じでね、ちょっと今月はね、剣で戦うゲームがめちゃくちゃたくさん発売されるし、やりたいゲームばっかりなので、剣撃系のゲームを、やることが多くなると思います。どのゲームもね、なんか任せるバリバリ。ローマなら任せる。なんだそのノーバに対する自信はなんなんじゃん。ローマ。レジェテのアップでどうなったんだろう。この流れに乗ってほしいけど、フロム。レジェテはどこ行ったんじゃろうね。フロムバールミリオン。タボールはバグが治ってからかな。タボールはね、いや治ってるらしいんじゃけど。どうしよっかな、なんかね、7月1日にワイプが来るから、なんかちょっと今もう、ローマ氏のタクです。あんまり、ローマも応援してます。頑張る気が、大空愛起きない。ローマ氏のタク、お、学校でもローマを、世界史では、ローマの歴史を頑張った口ですかな。うん、うん。サッカーチームローマ応援。日本ではなく、ね、応援したいと、球団応援したいチーム応援しましょう。うん。うん。まだまだサッカーあんまりよくわかんないけど。ね、タボールはね。来て新しいバグが発生したりして、フロム。それは大いにあり得る。てか、多分発生する。今日はまず間違いない。トラッキングエラー。一緒にやった人も出たよ。トラッキングエラーとかもあるの？あ、そ、ね、なんか今のね、アップデーした後、ちょっとね、不安定らしくて。一時期ほどではないけど、クラッシュする、まだクラッシュバグはあるらしいね。だからまあ、
多分このワイプ前はもしかしたらあと1回やるかやらないかぐらいじゃと思う。あのやりたいゲームが他にたくさんあるからね。ワイプ来たら本気出すわ。ワイプ来たらまた頑張るわ。うん。でね、そうね、レジェンダリーテイルズくんは本当どうなったんですかね。その後音沙汰がないね。去年の12月ぐらいになんか1回頑張ってから、頑張ってるからもうちょっと待っててやみたいな感じのことを言ってた気がするけど、その後音沙汰がないね。またあれじゃない？今年のゲ、今年の年末ぐらいに頑張ってるから、もうちょっと頑張、もうちょっと待っててや、頑張ってるからっていう無限ループかな。何かしらの発表は欲しいね。おじさんはどうしますか？おじさんは、なんかやっぱり調べた感じね。一回セーブデータを消すしかないっぽい。から、セーブデータを消してもう一回多分、その起動設定を切り替えた状態で、ゲームを開始すればいいのかな？面白いゲームに食われちゃう。レジで。っていう感じはあるけど。いや、正直、まあいいや、あるけど、なんかもう、素直に、アップデート待った方がいい気がするなーと思って、結局、セーブデータ消えちゃうって方は、もう一回ね、やった範囲やり直さなきゃいけないから、まあ、謎解きだかゲーだから謎は分かってるから、前回配信では2時間かかったところだけど、1時間もあればね、多分いけると思うんじゃよ。悩むことないから。だからまあ、やる気があれば裏で、進めて、前回終わったところまで進めてね、続きをやるってこともありなんじゃけど、ちょっとどうなるかなって感じです。わらわね、日中とかはね、休みの日の日中とか寝て過ごしてることが多いので、基本的にね、配信以外であんまりゲームしないから。最近あれだから、日中ゲームしたとしてもあれやってっから、ガンダムバトルオペレーション2やってっから、バトオペ2やっとっから。フロム、ベニレオね。眠いんじゃもん、眠いんじゃもん。日中は眠いんじゃもん。青落ちる。日中は眠いんじゃ、勘弁して使うさい。勘弁して使うさい。ね、面白いゲームに加えちゃう。なんならね、正直ね、このゲームのパリ感の方がレジェテより好みかもしれません。このゲームのパリ決まった時の敵のよろめき方が結構気持ちいいから。あ、でも雰囲気はレジェテの方が好きかな。全体的に、ビジュアルがリッチなのはレジェテじゃね。白スラ要素も あるし、あっちは。ゲーム体験としてリッチなのはレジェテかな。ただ、剣撃としてのなんか、剣撃のなんかこう、フィーリングが、わらわ好みなのはこっちかな。ね、なんならね、それこそダンジョンクロール系の剣撃ゲーム、今度出ちゃうからね、グリムロード。本当にレジェテ君早く、何か続報出さないと。マジでみんなの VR ゲーマーの記憶の彼方に忘れ去られてしまうからな。レジェテ君頑張ってもろて。だばね。というわけで、0時じゃね。このあたりで配信終わりにしますか。だば、明日はね、配信、明日も今日か。配信は、微妙。やれればやる。やれればやるぐらいの気持ちで。フロム、バールミリオン。ちょっと案件もあるからね。案件のゲームの配信も。我が下各やりたいなって思うんじゃけど。パチです。フロム1。お疲れ様でした。フロム胸厚。まあ体力が残ってればやります。仕事で体力が残ってればやります。体力が削られすぎてればやりません。それぐらいの気持ちでお願いします。はい、ではね、皆さん、見に来てくれてありがとうございます。バトルタレント。めちゃくちゃ面白いゲームなのでね。日本語に直訳すると、バトルタレント。戦いの天才。戦いの天才。バトルタレント。ぜひ皆さんもね、買って遊んでみてください。結構わらわ好みのゲームです、このゲームは。エナドリ飲んで。エナドリ飲むか。エナドリ飲んで配信に備えるか。パチでした。フロム、水金さん。わらわ、エナドリとかのカフェインあんまり効かねえんじゃよな。飲んでも特に眠気とかさえねえんじゃよな。普通にぐっすり眠れちゃうんじゃよな。はい、ではね、今日見に来てくれてありがとうございます。よろしければね、チャンネル登録と高評価とツイッターのフォローを何卒何卒よろしくお願いいたします。ではね、
おつたちだよ。ステージ1やっただけでも楽しかった。楽しかったぞ。フロムスクードで、ステージがどんどんもう体勢が進んでいくと敵がさっきみたいにスタイリッシュになってくからね。もう気持ちいい。VR でセキロみたいな剣撃がやりてえって人には多分刺さるんじゃないかな、このゲーム。もう体勢が、カフェイン体勢が、そんなカフェイン中毒なチアワではないはずなんじゃけど、おかしいな。うん。だば。おつぱちだよー。おつぱちじゃよー。また次も見に来てくださいね。だばねー。バイバーイ。またねー。